早いな。 Gラインを越えてから1分も経ってないのにな。よし、任せとき。この端末じゃ追いつかない。現在使われていない旧アメリカ軍のミルネットから第2300棟を経由、そこからカンパニーの機密回線 RN に侵入して、そのまま南南部諸島中央管理のメインフレームに接続させる。
任せとけ。こんなこともあるかと、第1号棟には5年前にバックドアを仕掛けておかせた。ほぼノーパス状態だ。嬢ちゃんの場所に行ってくる。そこでサポートするから、お前はここに残れ。
こえるか、タカヒロ。なんだ今の音は。普通の爆発の揺れじゃねえぞ。何か巨大なものが落下した音だ。人間だと？バカな。俺のところのシミュレーションだと。レイだと？やつはそんなことができるのか。なんだ、切断されているぞ。回線がすごい速さで切断されていく。いや違う、リアルタイムで切断されている。しかもこれは物理的な切断。破壊されているぞ。ああそうだろうな。落下地点から被害がちょうど円形状に広がっている。奴は動いていないだろう。ただ奴の影響下が円形状に広がっている。ナーサリークライムの力が、霊の力が爆心地から秒速 0.8 メートルで広がっている。このまま広がればおよそ600秒でこの屋敷まで届くが、ナーサリークライムの力はどこまでその影響下に置けるんだ。その影響下に入ったら、こっちのカメラから確認できた。確かにどんどん影みたいなやつが広がっているな。あれが無限に広がるのか。嫌になるな。そんなものを相手にしなければいけないとは。島にある兵器 AD-1 から CC-1 までの全ブロックを、中心の東側からおよそ全体 50% の砲台を、100%？ おいおい待てよ。 100% を例に兵器を集中させてしまったら、海岸線まで迫ってる奴らが一斉に上陸してくるぞ。近くなどで例の場所まで届かない兵器もあるぞ。わかった。お前の言う通り、それで行こう。終わったぞ。全体の 76% が射撃可能、 48% が着弾可能位置。
3秒で島の相談数の 20% を打ち込んだ。超ド級を撃沈できる被弾数。霊が事前に逃げた形跡はなし。霊に打ち込まれた弾の 40% が直撃しているという計算が出た。中心部の熱量は桁違いだ。鋼鉄の塊だって跡形もなく消し飛んでいるぞ。なんだこれは。秒速 0.8 メートル。着弾した瞬間ですらその速度に変化なし。これやばいぞ。一斉砲撃の間際をついて C ブロックから敵が上陸してきやった。数は103。なんだこいつら全部アンドロイドか。例の漆黒の影響で動かなくなった兵器が多数存在している。回線が切断され制御不能となったものは有線から無線にコントロールを切り替えるぞ。